はい、こんにちは、ゆうたです。はい、今日はですね、エンジニアは3種類あるっていう話をしたいなと思います。はい、よく言われるのはこの2種類なんですけど、ウェブ系っていうのと SIR 系っていうところなんですね。で、多くのエンジニアの人は、ほとんどその2つのどっちかにいると思うんですね。だけどもう1つありますよっていう話で、結論から言うと、上司数なんですね。上司数系エンジニアっていうんですか、それエンジニアっていうかちょっと怪しいんですけど、そういうのもあるぜっていう、そういう話をしたいなと思います。まずね、このウェブ系と SIR 系が、何かっていう話なんですけど、この僕ね、このウェブ系っていうのがね、いまいちよくわかんないです。ウェブ別にいいんですけど、何を指してるかっていうと、どっちかっていうと、そのベンチャーとか、スタートアップ系とか、要は規模がね、すごいちっちゃかったりで、いろんな攻めた技術使えたりするところですね。だったり、大きいとこだと、そのなんですかね、サイバーエージェントとか Google とかがウェブ系になるんですかね、分かんないけどっていうところ、なので、どっちかっていうと、みんなこっちの方をやりたいっていうようなところですね、ウェブ系エンジニア。だけど、多分ウェブ系で働いてる人って世の中の 1,2 割とかになるんですかね。で、残りの、8割9割の方々っていうのは、SIR 系で働いてる人が多いんじゃないかなというところなんですね。で、この SIR 系っていうのが、そうなんですかね、いわゆるそのでっかいプロジェクトですね。さっき焼肉食ってきたんですけど、食いすぎて腹が、いいんですけど、SIR 系っていうのが、あれですよね、でっかい、対 B2B みたいな感じ、ごめんなさい、そうじゃないですね、聴者とか、どっかの、企業がこういうのを作ってくださいみたいな、言って、で、SIR 系企業がそれを受注してっていうので、で、さらにその下に、落としていくみたいな、で、チーム作ってよし頑張るぞみたいなところですね。なんで NTT データとかね、日立とか、そういうところ、NEC とか、そういうのが、SIR 系って呼ばれるところですね。で、そういうのが感じですね。で、上司数系っていうんですか、それがね、もう一つあるよっていう話なんですね。で、これ僕がね、そうなんですね。で、これは、実際ね、僕これをちょっとね、やってるんですね。で、具体的に何をやってるかというと、本当にね、結構単純なこと、単純じゃないな、本当にね、メールのセットアップ手伝ったり、Teams のセットアップ手伝ったりとか、あと、新しい方が来たらユーザーを払い出すとかね、本当にそういうようなことをしてるんですね。上司的なことをしていて、で、これをちょっとね、業務委託でお仕事、この上司の部分だけやってるんですね。で、そういうのもあるよっていうところなんですけど、結構ね、この例えば、
これそんなのエンジニアじゃねえっていうふうに思うかもしれないんですけれども、まあ、確かにねそうかもしれないんですね。でただこれって僕はねとてもね有意義だと思ってるんですね。まあ、なんでかっていうとなんですかねなんでかっていうとまあお仕事いただいてるその頼んでもらってる会社の方々っていうのは IT のプロではないからってことなんですね。なのでそのなんですかね要はね医者みたいな感じなんですよ。まあ IT のプロでないから頼んでいただいてるわけで、なのでまあそこに対して、じゃあこれこういうふうにやればできますよと、うん、こういうふうにするとまあなんですかねうまいことできますよみたいなことを話すんですけど、プロじゃない人がそれをやるの、プロじゃない人がその何ていうの別な領域をやるっていうのは結構ねしんどいもんなんですよね。うん、だから僕らがやってる例えばメールのセットアップって別にその日常茶飯事にやってることでこっちにこっちにできることなんですけれども、なんていうのかね、それはね僕らはただ普通にやってるからやってるんであって、実は全然 IT 得意じゃない人からするとめちゃくちゃ難しいことだったりするんですね。だからなんですかね、そうですね、だ僕は料理とか全くしないんですよ。だご飯とかも炊いたことないんで分かんないんですよね。だ炊き方とか知らないんですけど、だからもし炊くってなったら結構ね自分にストレスかかるんですね。まあ、調べないといけないから炊き方をだけど普段やってる主婦の人とかって別にただ目つぶっててもポッチンポッチンってできるじゃないですか。まあ、それと一緒で、なんだろうな、その自分が専門じゃない領域を、わざわざ調べてやるっていうのは結構ね負担がかかったりするのでしたり、まあ難しかったりっていうのもあるんですね。でなのでそこに対してなんていうのかな、なんかバックアップしてる感があるっていうのは、まあ、結構ね僕有意義かなと思ってるんですね。で、それに付け加えてなんですかね、要はねエンジニアの会社であった場合ですね、であった場合みんなエンジニアじゃないですか。だから、例えばまあ何でもそうですけど、そうですね、まあ多くの場合プロジェクトに入って、まあ、チームメンバーとして動くことになると思うんですね。でそういった時に例えばまあ僕は何々の担当でこれを一月で組み上げるのがまあタスクですとして、仮に自分が1ヶ月まあなんかなんだろう頭痛くて休んじゃったとしたら、誰かが同じようなスキルを持ってる人がいてその人がやってくれちゃうわけですね。要はねだから替えが利くんですよ、そういうチーム戦だと。なんですけどそういうようなそのちっちゃいとかね中小のベンチャーっぽい会社さんに、そういう IT のプロ要は自分しか知らないっていう状態で入ると、なんていうかな自分がやらないと始まらないし終わらないっていうので、すごくねまあプレッシャーっていうほどじゃないですけど、なんていうのかな、ちゃんとその自分の仕事としてなんか使命感を持って、できるっていうところなんですね。だからそういうっていうのがあるので、だからそうですねっていうのがあるので僕は結構ね有意義な仕事かなと思っています。他ももちろん有意義なんですよ、ためになるしとてもありがたいことなんですけれども、
だそういうのも全然バカにすることは全然できないんですね。まあそんな、なんていうの、そうそう、そういう話なんですよ。っていうところですね。はい。なので、まあ、その、だから、やってることは、まあ、エンジニアではないんですね。上司数っぽいことなので。なんだけど、まあ、そういうビジネスもありますよと。で、こういうのって、あのね、公募はされてないんですね。公募はされてないので、多分、人づてでうまいこと取ってくるしかないのかなとは思うんですけれども、まあ、うまいことそういう方を見つけて来られれば、あの、まあ、白羽の矢が立つこともあるのかなと思います。そうですね。で、これちょっとね、まあ、余談なんですけど、一応ね、僕ね、ホームページとかだと、そういうような感じで一応売り出してるんですね。あの、上司数をサポートしますよ、みたいな。っていう感じにしてて、まあ、それなんでかっていうと、あのね、対エンジニア向けには僕の技術情報のページ見てもらえれば、まあ、伝わるかなと。だからわざわざそこに対してはそのメインのそのなんですかね、ガーって集客、まあ、見てもらうところに関してはそこは書かなくていいかなと思って、まあ、今みたいなお仕事が取れるようにっていうので実は書いてたりするんですね。で、なんかまあ、それをホームページ書くときに、まあ、他のね、あの同じような同業者が結構いるのかなと思って調べたら、まあ、なんかいるっぽいんですね。いるっぽい。まあ、いますよね、それはね。ただ、僕、一応ね、そうですね、あの、これは求められてることかわからないんですけど、一応その僕のそのなんですかね、狙いとしてはですね、あのこの現役のでまあある程度尖った技術を使ってるエンジニアが、バックアップしますよっていうのがまあまあね、一応そのホームページの売りではあるんですけど、まあなかなかね、別にそれは求めてないよっていうところはありますよね。まあ、そこちょっと悩みどこなんですけど、そうですね。っていう感じですかね。はい。っていうので、まあ、なのでね、結論的には、まあ、こういう3つ目、今みたいな上司数的なお仕事も世の中にはあるので、それは別にエンジニアの知識ではなくてもできたりするんで、そっちの方をうまいこと探してゲットしていくっていうのはもうありなのかなと思いました。はい。